はい、皆様、本日は本当に寒い中、劇場に足を運んでくださって本当にありがとうございます。森彩香役を演じさせていただきました、高槻沙羅です。はい。ムッキー！ありがとうございます。そうですね。そうですね。はい、この作品はとても面白いです。ごめんなさい、自分で言うっていうか、はい、本当に面白いです。ですね、12人が、一生懸命に生きてる姿が、なんて言うんだろう、痺れるほど、とても心にグッとくるものがあります。本当に皆さんに今日は楽しんで見て帰ってもらえたらいいなっていうふうに思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、富田さんお願いします。はい。皆さん、こんにちは。橘祐希役を演じさせていただきました、富田亜美です。今日は来てくれて本当にありがとうございます。ですね、私は今回、個人的には、綾部さんと、綾部さん今回、長編映画を初監督ということだったんですけど、その記念すべき第1作目という作品に、こうやって参加させていただいたことが何よりも嬉しくて、で撮影期間も5日間ってすごい短い時間で、準備する時間もほとんどない中の過酷なスケジュールだったんですけど、12人全員が綾部さんを信じて、やったので、本当にその、信頼関係みたいなのが映画に出てて、本当素晴らしい作品になったんじゃないかなって私も完成したものを見て感動してしまいました。この後見ていただけるかと思うんですけど、本当にみんなの、大変な命がけのスケジュールの中で撮った思いが詰まっているので、ぜひ、楽しんで見ていただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは、松木さんお願いします。はい、こんばんは。こんばんはじゃないです。こんにちは。松木レイヤーです。滝川陽介という役をやらせていただきました。滝川陽介っていうのは、大い喜ぶ川、太陽のようで介っていう字なんですけど、これは今笑った方は多分2回目見に来ていただいたという方で、ありがとうございます。今回の現場はですね、僕としてもなんですけど、皆さんももしかしたらそうかもしれないんですけれども、今までやってきた役とかとは真逆な役をいただきまして、で実際オーディション、綾部監督のオーディションに行って、で違う現場でも綾部監督と一緒だったんですけれども、それをこう見抜いていただいてというか、そういうふうなキャスティングしていただいて、すいませんね、本当に。ということで、あんま上映前なので詳しくは言えないですけど、そういう、僕は普段こういう役をあんまやったことないけど、頑張ってるなっていうのをね、見ていただいて、すごい心理戦なので、ハラハラしていただいて、一緒にこのスクリーンの中の世界観と一緒に人狼ゲームをしていただけたらなと思います。今日はぜひ楽しんで帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて、富田さんお願いします。はい。樋口健太郎役をやらせていただきました、富田圭介です。今日は本当に足元の悪い中、ありがとうございます。悪くねえわ。最低だわ。これをやりたくて、でもこんな感じで和気あいあいと、ずっと現場ではみんな仲良く、むしろ休憩時間人狼ゲームをやってたぐらい、ね、みんな仲良かったメンバーで、こういう作品をこの間まで撮影してたのにもこんなスクリーンで見えるっていうのがすごく楽しみで、今日まで生きてきました。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは村上さんお願いします。トツカメアリ役の村上穂中です。今日はありがとうございます。そうですね、こうやって初日を迎えられることは本当に嬉しいことなんですけど、上映前なんであんまりそうですね、みんな話せないんですけど、そうですね、楽しんでいただけたらなと思います。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。続いて奥村さんお願いします。皆さんこんにちは。僕は上海から来ました。僕のことをジョーを呼んでください。こと奥村修斗です。
1回目よりもちょっとやや笑いということで、ありがとうございます。そうですよね、まだ見てないですもんね皆さん。今のは僕は今回、上海から来た留学生役をやらせてもらって、その劇中で出てくるセリフなんですけど、まあ見てくれたらわかると思います。今回僕は、映画出演が初めてで、本当にわからないことも多かったんですが、まあ初めてのこの映画が難役ということで、でも一生懸命に頑張りましたので、ぜひ温かい目で見守ってください。ということで映画を楽しんでください。ありがとうございます。続いて水石さんお願いします。はい。椎木義隆役を演じさせていただきました水石アトムと申します。僕も、シュートさんと同じく映画は初出演ということで、かっこいい言い方をすれば銀幕デビューっていう、はい、ちょっと自分自身舞台挨拶とかそういう響きでワクワクドキドキしています。はい。本当にこう見ていただけたら分かる通り和気あいあいとした、まあ、12人だったんですけれど、演技の時は本当にみんな本気で魂を削る思いで撮らせていただきました。それがきっと絵に映っているんじゃないかなと、はい、思いますので、ぜひ楽しみにご覧になってください。さっきの反応を見ると2回目の方も結構いらっしゃるみたいなので、はい、ぜひ初見の方も2回目の方もまた3回目も4回目もどんどん楽しんでいただけたらなと思います。はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて岡村さんお願いします。菅原浩大役を演じました岡村浩輝です。今日ははるばるニューヨークの方まで見に来ていただいて突っ込むなよさっきレイヤ君が何言っても突っ込んでくれるって言ったんでちょっと言ってみたんですけど、こんな感じで和気あいあいやってます。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。山根さんお願いします。皆さんこんにちは、隅田アンナ役の山根彩と言います。よろしくお願いします。今回本当に人狼ゲームはすごく大好きな作品で、こうやってお話をいただけて本当に光栄ですし、実際、今日この日に無事公開できて本当にホッとしてます。そしてこんなにたくさんの方々に見ていただけるということで本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。撮影はもう最初は本当に皆さんもう和気あいあいとしてて、もう楽しく、まあ、休憩中に人狼ゲームをみんなでやるくらい仲良くさせていただいて、温かい現場だなって思ったんですけど、撮り始めてどんどんこう日を重ねていくにつれてどんどん現場もピリピリしてきて、すごくいい緊張感が生まれて、その緊張感の中で12人が命がけでいいお芝居ができたんじゃないかなって思うので、すごくいい経験になりました。今日は楽しんでください。ありがとうございます。